浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。京一帯での地位を盤石なものとした信長は未だ勢力の及ばない西方への範囲拡大を狙う。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭に、その足がかりとして丹波の制圧を目指す。丹波攻略を命じられた光秀は黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。光秀編第5章、片割れ月、丹波侵攻。行くぞ利光。最近の光秀様、ほんと怖いよな。俺、迂闊に近寄れねえよ。ああ、信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ、悪鬼に疲れてああなっちまったとか。無駄口を叩く暇間があるようで何よりだ。そなたら、出立準備は整っていいような。利光様、はい、直ちに。申し訳ありません、殿。聞くに耐えぬ話を。ざれ言だ。気に留めるな。やっぱり変わったよ、光秀さん。これも全部親父の冷酷さに当てられて。ダメだダメだ、あの日のことは忘れねえと。親父を信じるって、そう決めたじゃねえか。俺は三月、親父のために戦う忍び。よし、出るぞ。誓いを果たす。こたびの戦に我が神明をかける。丹波の若鬼が敵を残らず打ち果たす。無謀なる鬼は残らず退治せよ。手始めに砦を制し進路を開く。信長と誓いを果たすな。丹波は必ず俺が制圧する。あばめる者か。耐えきれん、引かせてもらう。光秀さんの強さ見習わないとな。見えた。返してみる。刃から逃れられると思うな。開門。見えた。口ほどにもない。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が気をされてる。来たな、明智よ。俺に斬られる覚悟はいいか。やはりここを通るか。弓兵よ、残らず追いかけよ。
から逃れられると思うな。待て、我らは赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。これよりは織田と共に参りたく存ずる。戦場に我が手勢を潜ませておる。共に赤井を打ち払おうぞ。返した。なあ光秀さん、俺畑野は信用できねえ。悪さしねえか、俺があいつを監視するよ。畑野は信用ならないが、利用価値はある。三月、奴の動向に目を配れ。敗北条件変更。俺を欺いたその時はその命で贖うことだ。行くぞ。南の敵を打ち倒さん。開門。援軍を呼び込む。中央の砦を制圧せよ。おい畑野、勝手に動いてどういうつもりだよ。何、我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならば共に来ればよ。武装の刃、全ては破壊のために。返して刃から逃れられると思うな。制圧はなったか。みな潜伏を解くのだ。これはやっぱり裏切ったな。真に受けたお前が悪いのだ。愚かな明智を叩き潰すぞ。ただいま。おっと、再会を喜ぶのは後だ。今は目の前の敵を倒そう。欺きをって、この策ならばうまくいくと申したではないか。討ち死に。畑野は捨て駒。奴に入れ知恵した者が他にいるのかもしれない。畑野め、何をやっておるのだ。我らに行くしかあるまいな。開門。わかった、わかった。バンバの青鬼が参るか。厄介だ。光線を避け城を早急に制圧するが上策か。青鬼とて獅子を折れば戦えない。周囲の仲間から切り捨てる。難波衆の恐ろしさ身をもって知れ。増援の邪魔はさせぬ。ここで散れ。これ以上敵を増やされてたまるか。ここで倒す。あの砦、試せる妙な気配だ。討ち死に。
討ち死に。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 ここまでか。急げ。任せろ。分かった。なんと目覚ましきご活躍。阻めるものか。この丹波の煽りが相手となろう。いえ、気がしなくなくば全力で挑め。おお、兵糧が到着したか。よし、もう一踏ん張りだ。どうだ。打ち死に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 。どうなった。降り出す。開門。どうだ。城内の敵を片付け、決してためろうな。明智め、なんたる無慈悲な。暴める者か。討ち死に。いえ、なんと見事な。すると申したはずだ。何故我らに刃を向ける。俺から逃げられると思ったか。過言は残さず断ち切らねばならない。悲願で己が無力を恨め。開門。承知。光秀さん、少しやりすぎじゃねえのか。何もここまでしなくても。打ち死に。任せろ。殲滅する。はい、全て壊そう。敵襲か。我らの策を嗅ぎつけようとは。邪魔立てはさせぬぞ。止まりは貴様らを倒し、策を実行するまでよ。俺の刃、誰にも阻めはしない。見えた。武装の刃、すべては破壊のために。討ち死に。貴様らを。ただ多少すら切り捨て。貴様の卑怯さ、不愉快極まりない。丹波の若鬼が、その腐った性根ごと貴様を掘ってやろうぞ。赤鬼ごときに天魔の行く道を阻ませはしない。
光秀さん。くそ、俺は何を信じれば。丹波の制圧はなった。俺はまだ止まれない。みんな、ただいま。俺、山中鹿之助が無事に帰ってきたぞ。鹿之助、まさか誠に生き延びていようとはな。言ったろ、必ず帰ってくるって。俺は約束を守る男だ。うん、よかった。本当によかったよ。おかえり、鹿之助。まったく、三月は相変わらずにぎやかだな。なあ、三月で。まあ、すまない。俺は外す。利光、鹿之助は案内してやる。三月。すまない、鹿之助。今の殿は多忙を極めしお方ゆえ。ああ、いいっていいって。こっちこそ忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。俺ももっと頑張らないとな。お待ちしておりました、光秀殿。ふふ、本日も相も変わらず清きお姿で。世辞はいい。要件は何だ。これは失礼。では単刀直入に。光秀殿、どうか私と共に歩んではいただけまいか。私が作る理想の世、そなたにはその一員となっていただきたいのです。何かと思えば、謀反を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたがかなうはずもない。それに俺の刃は信長のためにのみある。他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。ご案じくださりありがとうございます。ですが、心配ご無用です。なぜなら私には…あっと、少しおしゃべりが過ぎましたな。では、私はこれにて。色良い返事をお待ちしておりまする。奴の余裕、何か匂うな。急ぎ信長に報告せねば。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもと。ああ、いらっしゃい。またのお越しを。アマゴ最高をかけ合算戸田城を攻めた山中鹿之助は毛利の反撃に敗れ、他のアマゴ将と共に囚われの身となっていた。幽閉されること数年、鹿之助は
幾度となく毛利元就から降伏するよう諭されたが、かたくなに拒絶を続ける。尼子再興に執着する鹿之助の心は折れることなく、虎視眈々と脱出の機会を伺っていたのである。小高城脱出。その目、いまだくじけておらぬようだな。いい加減、尼子再興などという絵空事は忘れたらどうだ。今毛利に下れば、囚われている他の尼子将ともども興禄で召し抱えてやってもよいのだぞ。また来たのか、懲りないじいさんだ。いいか、何度聞こうが俺の答えは変わらない。いつか必ずあんたたちを倒して俺は尼子を再興する。そうやって見くびってろ、いつか必ず寝首をかいてやる。哀れな鹿がよう泣きおるが、だが夢夢忘れるな。お主はわしに生かされておるということ、わしも年を食っていささか気が短こうなっての。あとどれだけ待てるやらな。くそ、いつまでもこうしちゃいられないな。そろそろあれを実行に移す頃合いか。見てろよじいさん、俺をなめた報いはしっかり受けてもらうぞ。よし、俺の出番だな。父上、また鹿のもとへ。いい加減奴を生かし続けるのはやめたらどうです。あの工場バカを降伏させ手駒にしようなど。父上は奴の執念を甘く見積もりすぎています。違いねえな。ありゃとても俺たちに飼いならせる玉じゃねえよ。そう案じずともよい。鹿のしつけはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかの。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を図った模様。何でも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。な、鹿が。ああ、もう行ったそばからこれだ。へえ、鹿の割には機転の利いたやり口じゃねえの。みな、奴を逃がしてはならぬ。総力を上げ必ずや捕らえてみせよ。心を折れぬというのなら、まずは手足を折らねばな。それもダメなら、その時は。
獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。いや、奴を野に放ってはならぬぞ。おい、貴様、ここで何をしている？早速見つかった。さっさと倒して出口を探そう。俺から逃げられると思ったか。かなう相手ではなかったか。あの奥座敷、なんか怪しいな。狙い通り参った。みんな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。終わらせる。敵将、やってやったぞ。ここは引こうか、アルマイ。ガイモン、ここからは出られないみたいだな。ここから脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならず、好き放題暴れる。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。逃がすか、今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。敵将、やってやったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。刻まれろ。かたじけない。これよりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。削っておこう。開門。なんと見事な。終わらせる。
しは動きやすくなったかな。開門。こっちに敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高殿、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。牢には戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。開門。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。天下無双か。嬉しいもんだな。わしの手柄となれ。終わらせる。道を開けろ、坊ちゃん。俺は止められない。つくづく面倒なことになったな。早く葬っておけばよかったもんな。敵将、やってやったぞ。意地は見せたわ。もうよかろう。これ式で終わると思うなよ。俺から逃げられると思ったか。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか。弓兵よ、やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。そして回廊を抜ける。どうだ。ただ倒し足りない。開門。すまん。さて、次の手はどうするかな。開門。ああ、大変だ。このままじゃ疲れちまう。今西の方から声が聞こえたような。貴様、おとなしく直目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。
連れて行かれてたまるか。今助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。まだ倒し足りない。簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと？奴らめ、どこまで卑怯なんだ。勝利だ。知ってください。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。手の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないおじいさんだな。今は引きます。ですが次こそは必ず。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ、行くぞ。囚われていた雨子の将は全て揃った。これも鹿之助の助太刀あってこそだ。みんなの勇気あってこそだろ。ここを無事に抜けるだけ。蹴取られた。かくなる上はお命ちょうだい。さくならず申し訳ございませぬ。俺から逃げられると思ったか。ここは引くほかあるまい。なんと素晴らしき戦果よ。やすやすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前も雨子も毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。私だってあなたを倒せるんですからね。なぜ未だに攻撃がならない。まさかすでに奴らに倒されて。鹿之助に助けられたのだ。今こそ我らも鹿之助を支えねばな。しかり
私たちの結束の強さを毛利の将らに知らしめましょうぞ。父上、力は及ばず申し訳ありません。俺から逃げられると思ったか。お見事にござった。開門。まだ倒し足りない。開門。黙れろ。出口だ。よし、ここから抜けて。甘いわ。逃がしはせぬぞ、シカよ。どうだ。出たな、じいさん。いい機会だ。で、あんたを倒して卵最高を早めてやるよ。調理条件変更。領収を全て解き放つとはな。しかし、やりよるお主がどれほど奔走しようと、もはや雨雲は起こせない。黙れ。そんなざれ言を信じるものか。毛利を倒して必ず雨雲を再興する。物分かりの悪い鹿の内、うちに姫しきばわし自ら砕いてくれるわ。終わらせる。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかに、お主の執念は正しく猛威の脅威たりえ。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。ご無事ですか、父上。鹿は。すまぬな、一枚上を行かれてしまった。鷹神よ、やはりお主の申す通りであった。奴の執念、ちと見くびっておったようだ。あのままのさばらせてはいずれ猛威の脅威となる。父上、奴との戯れもどうやらここまでのようだ。次まみえし暁には必ずや首を刈らねばならぬな。待っておれよ、山中鹿之助。父上。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。
たのお越しを。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。毛利に囚われていた山中鹿之助が生還を果たすも、光秀に戦友との再会を喜ぶ暇などなかった。松永久秀の謀反の企てを察した光秀は信長に警戒を促していたが、それが現実となったのである。光秀の忠心により久秀の謀反を予期していた信長は直ちに諸将を集め久秀の討伐を命じた。光秀は久秀の居城信貴山城に向けて出陣。鹿之助も光秀らに加勢すべく戦場に臨んだ。信貴山城の戦い。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。いや本当に忙しそうだな光秀。信長様とも対等に渡り合って昔とは大違いだ。ああ昔みたいに俺たちと鍛錬もしなくなったし、変わったよな光秀さん。鹿之助は寂しくないのか。ああ大丈夫だ。離れ離れになってる間にいろいろあったみたいだけど、俺は光秀を信じてるからな。それに今は寂しがってる場合じゃないんだ。光秀は俺の想像よりずっと強くなってた。俺だって足踏みしていられないのに。このままじゃ俺はいつまで経っても光秀と。鹿之助ってなんてな。冗談だよ冗談。ほら俺たちもさっさと支度するぞ。愛を果たす。一丁かまそうぜ光秀さん。他方面から信貴山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かう。俺たちは信貴山城の南門への到達を急ぐぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。任せろ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城、たやすく入れるとは思わないことです。少なからぬ敵の気配。
開門。鉄道隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手に攻め、敵の目を引きつける。開門。俺の刃から逃れられると思うぞ。打ち死に。任せろ。敵将切り伏せと殿の腕ならば当然ゆえ。下の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。承知。うまく敵を連れたようだ。どうだよ。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。お宇多田殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。サンダユ、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。一瞬、しまった、敵の罠だったか。開門。手間取ればこちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒さねば。敵襲か。援軍を呼ばなくては。もしこちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。信忠が敵の罠にかかる。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。織田勢が分断されましたか。聞いていた通りの流れとなりましたね。早く羽橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って羽橋を下ろしますぜ。へへ、どんなもんよ。悔しいが、ここまでか。悪くない働き、三月。おのれ、俺を捨て駒にするとは。聞かせていただこう。任せろ。承知。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。火を飲
逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。敵職は俸禄兵を出してきたか。手早く始末せねば兵糧庫は炎に包まれよう。敵将ぶっ飛ばした。ここは引くほかあるまい。見事だな。全力。おお、助けが来たか。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたが、久秀ごとに俺と十兵衛のみで事取りよう。敗北条件変更。急げ。任せろ。急げ。されずに済んだか。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。火だ、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだが。火をつけたのは俸禄兵ではあるまい。とすれば一体何者が。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。任せろ。兵糧庫は炎に包まれて。明智殿、そうか、あんたはまだ。まだまだ市議参上には入らせませんよ。任せろ。信長の道は俺が開き、城の周りにいる将は残らず切り伏せる。光秀と信長様、まさに阿吽の呼吸だ。あれこそが相棒のあるべき姿なのかもな。どんなもんよ。聞かせていただこう。分かったぜ。戦果を上げたか。引き続き励めよ。敵将、切り伏せた。フルは何だか。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令か。敵陣にたどり着く前に切る。討ち死に。殿が奮戦している。我らも兵糧を焼かれたくらいでひるんではいられないぞ。本当にすごく強くなったな、光秀。俺じゃもうお前の隣には。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め、焦らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く市議参上へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。あいつら南門から侵入しようというのか。そうはさせぬぞ。守りを厚くしておけ。討ち死に。俺の刃から逃れられると思うな。叶う相手ではなかったか。任せろ。
承知。余裕余裕。進め。ヒサヒレが待ちかねていよう。ここまでか。刃から逃れられると思うな。私は信長様と同じ世で生きられぬというだけ。よくわかんねえけど、もう一緒には戦えないんだな。寝返る気など我が命を散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。よくこうなりましたか。
安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、斧が刃を研ぎ澄ませておけ。そうだ、俺の刃は信長のためにある。考えるべきは未来ではなく、今俺がなすべきことだ。殿、一体何用ですか？利光、お前も感づいているのだろう。先の反乱に潜む影を。戦前久秀殿は協力者の存在をほのめかしていた。そして実際に戦場では不可解な出来事が起きた。この織田に何者かの悪しき思惑が向けられている。それが信長の道を阻むならば、俺はその根源を突き止め切り伏せると。承知いたした。それがしも影を探りますゆえ、しばし待たれよ殿。ああ頼む。話とは何だ、鹿之助。ああ、美月がお前の言動の冷たさを気に病んでたよ。すっかり変わっちまったってな。そうか。だが全ては信長の大願を果たすためだ。俺の刃はそのために研いできた。鹿之助も知っていよう。とはいえ、美月を悲しませるのは本意ではない。悪いが目をかけてやってくれないか。そっか。やっぱり根っこは変わってないな。俺の信じた光秀のままだ。唐突に何を。本当はこれを確かめたくて呼び出したんだ。ごめんな、変な真似して。待ってくれ。俺はもう昔の俺ではない。天下一新のため情に流され足踏みしないと誓って。そうか。でもどんなに冷たく振る舞おうと、根っこは熱く優しい。昔の光秀のままだって分かったよ。満月に誓ったあの日からお前は変わらず歩み続けて。やっぱり俺もくすぶってちゃダメだ。光秀、俺も頑張るよ。いや、それ以上に。見ててくれよな、相棒。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。松永久秀の反乱を鎮めた信長は、次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として
出雲の丘陵回復を目論む尼子勢や播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。しかし尼子勢の寄る光月城は毛利の猛攻にさらされ落城の危機に瀕していた。この危機を救うべく信長は秀吉や光秀らを派遣、主君を救おうと勇む鹿之助と共に二人は光月城へ駆ける。光月城の戦い。よーし鹿之助、ついに光月城での一戦だ。準備はいいか？もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に尼子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おお、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。いっちょやるぞ鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して尼子を再興する。追いつくからな光秀。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。簡単にはたどり着けなさそうだ。敵を本陣へと引きつけ進路を確保せよ。秀吉殿と鹿之助はその間に進め。ダノリング、我らが食い止めん。よし、砦の将は本陣に向かったみたいだ。ここを落としてさっさと進軍しちまおう。向かいます勝秀様。どうかご無事で。俺たちは帰る。一人でも欠けては城は守れん。来た尼子の鹿よ、その首を刈り落としてくれる。織田に構うのか。奴らの動きは想定のうちよ。我らは引き続き城を攻め落とそう。何としても織田を止める。甘いわ。本陣を攻めるか。狙い通りだ。甘いわ。承知。受けてみよう。よっしゃ、先に進むぞ。城攻めの邪魔はさせぬぞ。出ない。俺も頑張らないと。
万兵を配置だ。皆城へと討ち入る。任されよ。甘いわ。討ち死に。そりゃそろ侵入を許したか。なんとかしてこの場をしのがねば。覚悟せよ卵の鹿め。囲まれたか。受けてみよ。鹿之助の進軍が止まったようだ。急ぎ助太刀に向かうぞ。耐えきれず聞かせてもらう。この程度戦果とは呼べぬゆえ。貴様らに俺を阻めるものか。急げ。後ろを浮かせ。さあさっさと城へと向かうぞ。ここまでは順調みてえだ。毛利相手にそううまくいくかな。長期戦になれば不利なのは俺たちだ。増援を通し一気に型をつける。ミチレ、ごめんな、迷惑かけて。お前はついに言うと三日で助けられてるようじゃダメだ。俺自身が頑張らないと。機は熟し、増援を出し織田の手勢を囲むのだ。敵の侵入を許すとは。本陣が囲まれたか。これでは身体ままならない。暴めるものか。ここは引くほかあるまい。本陣が落ちれば敵の攻撃が鳴りかねない。急ぎ本陣を守らねば。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ。有馬攻めに参じようとのこと。有馬の調整、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は。そうか、それが信長様の。信長様の目なら仕方ないか。俺がしんがりを引き受けるよ。甘いわ。敵の攻め手が想像以上に激しい。なんとか抑え込もう。全軍撤退だ。我らは播磨へ向かう。敗北条件変更。よし、本陣はもう大丈夫そうだな。早いとこ撤退しねえと。南方は守備が手薄。あの地より引くか。敵の少なさが気がかりだが仕方あるまい。開門。勝利条件変更。ああ、のこのこ来やがって。てめえらの占領、俺が見抜けねえわけねえだろ。平門。やはり立ち塞がるなら切り伏せるのみ。よし、これで敵の勢いも少しは収まったか。承知。みんな撤退までしっかり俺が守りきるんだ。だめ、逃がさぬぞ。怒らず撃ち取れ。開門。承知を狙って急いで止めないと。そうか、援軍が撤退を。いよいよ覚悟を決めねばならんな。
今の俺にできることはこの撤退を必ず成功させることなんだ。これで残る雨子は勝久のみ、我らの王手と相成。ぶち切り みっともなく雨子吹きやがって、やってられねえな。ああ、織田は残らずこの地で果てよ。開門。道は開けた。急ぎこの地を離れねば。よし、光秀たちを守れたみたいだ。承知した。承知した。承知した。その槍、すべては破壊のために。されよ。承知。そら。せ、どうや。そら。どうや。どうや。それじゃ。俺はここまでだ。みんな、後のことは任せだぞ。平門。鹿之助、やはりな。元より一人残る腹積もりだったのだろう。なんだ、お見通しだったか。そうだ、俺に雨子は捨てられない。大丈夫、またすぐ会えるって。必ず追いついてみせるよ。なんとか撤退はなったようだな。さて、じゃあオイラたちは。ダメだ、やっぱり俺は戻る。鹿之助を、仲間を見捨てられねえ。待て美月。あのバカが。あるし、あいつは。悪いが、今美月を連れ戻すだけの猶予はね。オイラたちは木津川口へ向かうぞ。じゃあまたな、光秀。信長様によろしくな。殿、心中お察しいたします。なれど今は。案ずるな。三木城へ向かうぞ、利光。信長を待たせるわけにはいかない。は承知。この刃は天界一心がため振るうのみ。惑ってなどいられない。